正直こいつら e スポーツ精神に溢れてんだよな。スタイリッシュムーブ、ついに学ぶ。チェアマシンです。最後の一人だ。でも敵残り一名。うるさいハエ。おいしい。おいしい。ありがとうございます。さすがプラチナ。ゴールドなんですけど。ゴールドですね。何ってんすか。ゴールドっすね。ガチガチのゴールドっすね。カード左側入れます。行こうこれ。A でキャリアダウン。ここ抜かれたの。あれ？ここ抜けるんだな。結構いい。あの目で入るとき抜かれたのこれ初めてだ。なんだこいつ。いたのか。あ、可愛いなそうだけどな、わからん。サイプとか夜ワンちゃんいる。いたわ。夜サイト。サイトの裏にモコいた。うわ、びっくりした。さすがにバレてた今のは。ヘブンから。シビ。ええ、なにそれ。やべえ。おお。そんな。ごめんなさい。やべえ、ちょっと、わからんぐるされたわ。あんな風なんだな。あんな風なんだな。ちょっと今のわからんぐるしたわ。なるほどね。あんな風なんだな。目の前で使われると。ちょっと、飛びそうだな、相手が。飛ばないこれ、相手。飛べよ。飛べよ。あと30秒。残り1名。スパイクはここよ。A でキャリアダウン。あ、なんの音。これよ。これや。飛び待ちよ。ロング2なら絶対飛ぶでしょ。シャードの。ポイズンオーブ展開。バカ野郎。バカだね、俺今。ナイス。神。ちょ言い訳出して、本当に。最後シャワーからドローン来てました。言い訳出して、本当に。はい、言い訳出して。あのね、ドローンの音が遠かったんですよ、スタートが。そんなシャワーからいっぱい来てなかったから。じゃあまあ、そうは遠いのかなと思ったんですよ。ちょ言い訳出して。毒の壁よ。危ない！壁を消すわ。多分これ消す来てる。え？ええ！はい。復活そば。見えなかったぞ今。飛んだの。あそこ視界の外なんだ。エペ祭り、エペ祭りの情報出てる。エペ祭りでもあれっすね。多分今までのどの大会よりもカジュアルっすね。だから、おもろいかなぁ思って。すごいなんかしっかりしたお話だったんで、お話をいただいた方が、すごくしっかりしてたんで、なんか、すごい、なんて言うんだろう。出たいじゃないけど、まあ、出たいと思わせてくれるような感じだったんで、まあ、さすがやっぱ、あれだよな。主催が主催なだけあるわ。本当にさっきも言ったように多分ある程度、なんだろう、本当に練習じゃないけど、まあ、ガチな感じだったら多分僕はもう出ないです、しばらくは。バロラントやってる時は。バロラントのイベントごとはやりたいですけど、こんなでもね、やりたいですけど。正直、エイペックスの大会はおもろいんだけど、全くやってないのに出るのは良くないっしょって感じになっちゃった。今思ってる。あったかってないのに出んのもなって。正直、今ちょっと別のゲームのことを考えらんないな。シングルのゲームとかやりたいけど、オンライン FPS はもう今ちょっとバロのことしか考えらんないな。ちょっとなんか悔しくてね。このままじゃ悔しくてね。正直ある程度結果出すまでは。もうちょっと、
やりたいなってのはあるんだけど、雑魚すぎてね、悲しいじゃん。だって今のままじゃ、なんかこの先多分どんなゲームやってもでもバロゴールドだよね。で俺もう一生多分 FPS できないと思うわ今のままだと、ぶっちゃけ。でもお前バロゴールドじゃんってもう多分終わりなんだよね。もうそれで論破されちゃうから。でもお前ゴールドじゃんで論破されるから、ちょっともうバロラントもうちょっとね、もうちょっとやれるようになりたいっすよね。でも多分一生付きまとうぜ。でもお前ゴールドじゃんって。いやいいんだけどさ、別にゴールドであることはやっぱちょっと悔しいじゃないですか。これ絶対飛んでくるわ。壁を消すわ。ちょっと狙うわ俺。絶対飛んでくる。飛んでくるってこれ。毒の壁よ。絶対来るって。絶対来るって。来い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 。壁を消すわ。来い来い来い。レイナを倒した。来い。毒の壁よ。怖いよ。来た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 。テレポートしてる。壁を消すわ。A でキャリアダウン。ナイスロー。敵残り1名。マークはここよ。パーフェクト。シュッシュかかってこいよ。シュッシュ、俺はキリトだ。おお気持ちいいこれ。やべえ、これ気持ちいい。狙い通りに行くと楽しいな。気持ちいいこれ。いやこれ気持ちいい。たまんねえな。最高っしょ女。なぜ帰るわ俺。あ、スパイガンじゃん。敵残り1名。スパイク発見。スパイガンじゃん。もうこのスパイクポッと拾ってさ、なんでやらないの。これ拾ってテレポーターにぶち込んじゃえばいいじゃん。なんか正直こいつら e スポーツ精神に溢れてんだよな。意味がわかんない。勝つんだったら敵のスパイク拾ってさ、どっか持ってくぐらいできてもいいのに。髪の色そんなに落ちてる。確かに多分光のせいだよ。染め直そうかな。金髪っぽくなってきた。どうすかね。もう人に会う機会もないから染めてもいいんだけど、なんか髪染めた時にすげえ俺 DM でお叱り受けてさ、子供に恨まれる覚悟あって染めてんのがあって、結構きつく言われてさ。まあ別に染めなくてもいいんだけどさ、どうしようかな。別に配信でしか人に会わないしな。まあ染めるのもね、言うて別に配信でしか人に見せない。まあ配信で面白いかなと思って染めたんだけど、いやでも面白いじゃん、配信でやる分には。なんか自分の、あと、髪の毛、あんまりセットしなくていいから助かるんだよね、染めてると。配信の時に一応俺セットしてるからな。染めると結構適当でいいから助かるんだよな。一応結構ね、もう例えば幼稚園に行きますとかだったら、多分俺も、例えばね、急遽保育園とか、まあまあそういう面接、ガチの子供のための面接やりますとかだったら、マジで俺坊主にしますよ。髪の毛全部坊主にしますよ。坊主はちょっと印象悪いが、くっそ単発にしますよ、あれだったら。まあ坊主でもいい、最悪坊主でもいい。あんまり変な色だったらね。てか茶髪にするわ、とりあえず金。普通に茶髪だったら大丈夫でしょ、よくいるから。毒の壁よ。それうまい、うまいて、それちょっとうまいて。多分止まる。一回。ガミしよう、これ。もう。おいしい。ちょっともうスキルやばい、こいつら。あ、もうなんなんこれ、うますぎる。いや、マジでよかったんだけど、今。絶対来ると思ってガミしてんのよ。うますぎる。ちょっと待って、ここダメだ。場所変えよう。あかん、これ。スキルの応酬がやばい。毒を消すわ。A メインも来てる。購読ありがとうございます。アザーッス、アザーッス。おー、やめろやめろ、びっくりした、俺に言ってる。あ、よかった、じゃあいいよ、じゃあいいよ。学びスタイリッシュムーブ、
ついに学ぶ立ち回りに柔軟性が出てきた。いや、今のは 100% もうガーデン来た時点でハサミですよ。ね、わかります？挟むんですよ。ね。もうメインと挟むしかありませんから。ワインに入るわけですよ。陰キャワイン。いやいやいや、褒め言葉だろ。ありだろ。褒め言葉だろ。